じゃあお願いします。いいんだよこれ。じゃあお願いします。アフロのズラ、ちょうどいい。ちょうどいいって何がですか。トンネルに入って、あ、お願いします。トンネルに入って開けたところでもう立ってるみたいな。変身してるって。これ何の意味があるの。ね、毎回思いますけど。早く、あ、いい感じ。何がいい感じだ。いい感じ、いい感じ。何これ、このいじり。まあいじりを忘れてなかっただけよかったよ、ほんと。もうね、最初だけだからね、これ。おはようございます。おはようございますって、こっからじゃないでしょ。おはようございます。おはようございます。行きましょうよ。今日も行きますよ、美味しいお店。いやもう本当にね、なんていうか、筑豊の飲食店を盛り上げるために、うん、飯塚を拠点に5万5000部発行している筑豊のフリーペーパー編の編集部からオファーがあって、はい、それで行ってますからね。すごいですよ。じゃあとっととお店の紹介よろしくお願いします。とっととってね。じゃあ発表しますよ。はい、今から行くお店、浜さんちの豆腐。浜さんちの豆腐？はい、これもともとお豆腐を作っている工場だったんですけども、お豆腐をもっといろんな方に知ってもらいたいという思いから直売店をオープンしたんですね。へー。でこだわり抜いた、まあ、お豆腐をふんだんに使った商品を多く取り扱っとるんですけども、はい、ここに書いてあるのが冷やし担々麺。あ、いいね、この時期いいでしょう。いや、うわ、まずでも豆腐食べたいね、うん、作ってるんじゃないですか。あ、いいですね。まあそっからですね。あ、もうなんかディレクター的な。うわ、もうそういう映像いるでしょ。やっぱり豆腐っていうのをパッと出されてみるだけじゃなくて、どんな人がどんな思いで作っている豆腐なのか。あ、お店はこだわってんですね。あ、豆もこだわってんだよ。なんで写真撮ってんだよ、おかち。そういうの大事でしょうが。いやいや、ちょっと無理にエンジン吹かした感が。無理にエンジン吹かしてるね。ほんならもうエンジン吹かさんぞ。こんな。あ、もうそれはもうダメです、ね、地味なおじさんになっちゃった。地味な、地味なおじさん。それ撮った瞬間にあのモザイクが。どんな演出な。50過ぎてこんなアフロのズラかぶさせられてギャーギャー言うなんていう人生になると思わんかったわ。本当おふくろ泣くよ。いやいや、あんた頑張りよんって、あんたアフロをかぶる仕事をしとんのって、どんな仕事やねん。しょうがないですよ、ね、しょうがないってやめてもらえませんか。しょうがないっていうの、第三者からしょうがないみたいな言われたらないんよ。自分で気づいてるから、そういうしょうがなさみたいな。ああ無情やで。そこはしっかり取るね君。さっきの私の豆腐のなんかこういう風に取ったらええやんいう時車窓に行ったけど、俺がもう苦しくなったら管巻いたら取る。ずっと苦しくなったら取る。取り続けるやめえ、これ腹立つんじゃん。これぐらいまで喋れるかっていう、うん、無言のこのなんつツッコミみたいな人よ。おいって、また今日もふかしとんのーって、くだまいとんのーって、ごねるのごねるのーと、プロのごねしやのーって。もうすぐ、そうですね、あと400メートルになってますね。ああ、あった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 。ああ、これだ。あった。ああ、豆腐って書いてある。あった。職人こだわりの手作りのお惣菜やスイーツもあります。どうぞお気軽にお入りくださいませって書いてある。あ、ちょっと洒落てますね。TOFU 豆腐。ん？あそこ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 。ね。やめてもらえますか。何がですか。いやいや。眠たいだろうなと思って、昨日編集大変だった。全体撮ってんの分かりますよね。腹立てるんですよ。わかりましたか。何なんですか。完全に大人ですけど。小学生。
けます。今日の一品、よいしょ。うわー、ザル豆腐ふっくらしてる。え、ちょっと待って、しかもご自由に試食くださいって書いてある。あら、ということは、じゃあまずいただきます。そこにいろいろ醤油とか ここでちょっと、もう本当すみません、あのもうこういうことはないですけれども、ここでまずは、へえ、すごいですね。ちょっとこれいきますよ。よいしょ。うわー、まずい。うわー、きれい。もうなんかバニラアイスみたい。じゃあちょっとお醤油を。お醤油を。あー、なるほど。ここにね。お、よいしょ。あ、いいですね。あ、いいですね。あー、おいしそう。絶対おいしい。詰まってますね、美味しさが。いや、だからね、あの豆腐のうまいところがギューッと凝縮されて、はい、これだけで白ご飯いきたいぐらいのもんですよ、はい、うまい。それでね、うん、お店が、皆さん見てください、どうぞ。うわー、すごい。これ、あ、どうも、こんにちは、よろしくお願いします。いやー、もう本当に美味しい豆腐ですね。ありがとうございます。しかもここ見てください、豆腐のいろんな、今私たちが食べたのはこの豆腐でござるですよね、はい、そうです。うわー、それでざる豆腐、その他いろんな豆腐があるんですけれども、そしてこの下、うわ、これまだ湯気立ってる。うわー、美味しそう。麻婆豆腐、これ麻婆豆腐って、はい、やっぱり豆腐がうまいと全然違うんですよね。全然違います、はい、これは期待大じゃないですか。あ、来た。うわぁ、立派。ありがとうございます。ここまでです。うわぁ、これすごっ。あ、すいません、ケーキ見た。すごっ、すごいよね。高さある。キューブ型ですよ。厚揚げですよね、はい、あのまず食べてもらって分かりますけど、弾力あるけれども柔らかさがたまらないんですよ。何もつけずまずですね。じゃあちょっと割ってみます、はい、あ、パリパリ、あ、パリパリです。で、中ふかふか、あ、うわ、うわ、パリパリって、パリパリだよ、これこれこれ、見てください、この断面。うわそう。よし、食べてみましょうか。熱いかな。熱いっすよ。いただきます。あ、あっ、こっ、熱すぎる。いや、これはすごい。はい、ありがとうございます。あの、パリッパリの側の奥側に本当に優しいふるさとのそういうなんかね、豆腐の味、コク、もう本当と素晴らしいです。厚揚げって僕今までいろいろ好きで、やっぱスーパーとかでもしょっちゅう買ってて、で煮浸しとかにするんですが、本当の厚揚げってこういうものなんですね。そうですね。これもう日本一ね、うん、いや、僕が食べた厚揚げの中でもう断トツナンバーワン。めっちゃ美味しそう。しかもおしゃれで綺麗で可愛い。じゃあまずはこの麻婆豆腐いきます。いただきます。今までもちろん麻婆豆腐はいろんなところで食べてきました。でも豆腐がどうだってことを考えて食べたことなかったんですよ。豆腐がうまい。だから豆腐を美味しく食べさせるための麻婆豆腐です。これはうまいよ。一番好きなやつで来たみたいです。え、私
ください。冷やし豆乳担々麺。きれい。うわ、もうクリーミーな感じ。豆乳使ってますってのも分かりますよね。ではいただきます。担々麺のね、この肉味噌をこう溶かし込んでいってですよ。ちょっと混ぜてあげて。もう、わー、美味しそう。いいですか、この麺と一緒にいきましょうか。あー、美味しそうですね。うわ、うんまっ。うーん、これ円錐に来ますよ。すっごい、もうここにうまさが来ましたから、グーンなりました。このね、肉味噌がこの豆乳スープにね溶け込んでいって相まって、ほんとまさにこう相乗効果です。美味しいです。ありがとうございます。うわー、これうわー、これ頭しか見えない。だからアフロじゃなくていいって言ったじゃないですか。ではキャッチコピーいきます。飯塚の堀池に真実の頭部あり。以上です。めちゃくちゃ美味しいです。おはようございます。紹介します。あのこの筑豊のフリーペーパー編の編集部の江口さんです。よろしくお願いします。あの筑豊のどこら辺でこう手に入るんですか、フリーペーパー。一応コンビニであったりですとか、まあ、スーパーさんですとか、まあ、そういったもういろんなところに置かせていただいてます。本当だ、はい、うわー、たくさん美味しそうな店が、はい、本当に美味しい店ばっかで、はい、びっくりしてます。本当に美味しいです、この辺。まあそういうところがね、はい、新型コロナウイルスの影響でダメージ受けてるっていうことで、はい、今回キャンペーンやってるんですよね。はい、うん、そうです。今回筑豊テイクアウト応援というものをさせていただいて、はい、飲食店様のテイクアウトを盛り上げていこうという取り組みをさせていただいております。でホームページでもね、この飲食店応援ってやってるんですよね。そうなんです。筑豊テイクアウト応援で検索していただいたら、はい、ホームページが出てきますので、よかったら検索お願いします。